伏見宮春人を応援24年2月12日は南北朝時代、室町時代の日本の皇族。世襲新農家の一つ、伏見宮第二代当主。父は義人新農、母は三条実地の娘、藤原春子。北朝第三代、津港天皇の孫。伏見宮第三代当主の貞房新農は同母帝。 春る応と王永十五年十二月二十日に元服。王永十八年には、弟の貞だを勇士とし、貞だ元服の加官役を務めた。王二十三年十一月に、父宮義人親王が皇居すると三宅を相続するが、わずか数ヶ月で急成した。このため、春るひ王の後を継いだ、貞だふに兄宮を独殺した権威がかけられたが、五小松上皇や四大将軍、 足利義持への弁明がこうを奏して安堵を受けている。なお、春人王は貞房親王新能の兄であるというのが通説であるが、貞房親王新能の弟とする説もある。これは、春人王皇居について記した関門日記の記事に書かれた王の教年が37と記され、当時46歳であった貞房よりも年下になっていることによる。 もっとも、これを、三十と、の書き誤りに過ぎず、また、関門日記には一貫して、春日人を、一宮などと書かれていることから、吉人新郎の長男で、貞房新郎の兄というのが正しいとする反論もある。墓は、宮内町により、京都府京都市伏見区桃山町大長老にある、春人応募に事情されている。宮内町上の形式は延急。光明天皇陵。 スコーテンのおぼと同調域である、ありがとうございます。